にちは。今日は小鳥と一緒に洋服を買いに来ています。お店はたくさんありますし、どの洋服も可愛いとは思いますが、私に似合う洋服はどんな洋服なのか。あなたはどういう洋服がお好きですか？可愛いものですか？それともかっこいいものですか？それとも派手な感じの。すみません、つい質問攻めに。自分にはどういう洋服が似合うのか迷ってしまうんです。ですが今日は小鳥が洋服を選んでくれるようなので信頼したいと思います。小鳥は服装の合わせ方が上手なだけではなく、自分で衣装まで作ってしまうのですから、本当にすごいです。私も小鳥のように可愛らしい女の子になりたいと思ったりもするのですが、ないものねだりでしょうか。小鳥が洋服を選んでくれたようなので試着してきますね。なんですかこのスカート丈は。小鳥、こんなに短いスカートでは試着室から出られません。